はい、どうもアイリーチャンネルです。今日はですね、我々のね、アイリーのね、美容部門が今立ち上がりましてですね、今、業者の方々、業者の方というか、業者の方々というか、まあ、僕の知り合いの方で、ちなみに美容家のジュジュさんという方がやってくれるんですけど、福岡で第一線で活躍している美容家の方で、そちらにちょっと力を貸していただきながら、フォースカッターっていうね、美容のマシンを入れようかなと思って、今搬入でございます。またね、ちょっとこうやられてるところも僕の体を使って実況できればなと思ってるので、またちょっと今から準備に入ります。行ってきます。はい、今大体セッティングが完了しまして、まずね、これ急遽こいつも入れることになりまして、これはね、筋トレ、多分これはフィットネス側で使うんじゃないかなと思われる、この、筋肉を鍛えるマシーンですね。はい、これ多分フィットネス側でもしかしたら使うんじゃないかなっていう、ちょっと今、どうやって使おうか今さっき決まったんで、ちょっとね、考えながらやっていこうかなと思います。で、今、これ、フォースカッターっていうんですけど、このフォースカッターっていうのを使って、今から僕の体で、実際の効果、もう正直前、スポルテックっていうところに行った時に、めちゃくちゃ効果実感したんで、効果は分かってるんですけど、せっかくね、プロの方がいらっしゃるのでやってもらおうかなと思って、今からやりたいと思います。ちょっとやってる最中うまく撮れたら撮りますね。俺できるのかな、分かんないけど、まあ、誰かに撮ってもらいながらやりたいと思います。さて、今からね、ついにやる時が参りました。フォースカッター、また日本で一番上手な先生にやっていただくので、はい、ジュジュさんでございます。はい、日本一の美容家でございます。何を隠そう、楽しんごさんの妹さんでございます。はい、はい、しかも誕生日一緒なんですね、我々と。そう、先生とね、4月16日ぐらい誕生日一緒なんですよ。そうなんですよ。それで、ね、大先生に今から僕のお腹をバキバキにしてもらうんで、ね、バキバキにね、はい、ちょっと一回ね、もうなってますけどね、今僕の状態を見せておこうかな、はい、もうなってるんですけど、でもね、脂肪もだいぶ乗ったんで、バキバキになってるんですけど、ね、いや、全然もうめちゃくちゃ脂肪乗ったんで、こんくらいです、これがじゃあ実際どれくらいなのかみたいなのもあるんで、はい、ちょっとまたね、あとでちょっと写真も撮ったりとかしたら、写真撮れるか分かんないけど、とりあえずどうなるか、やった感じとかもまた伝えます。今からやりたいと思います。まあ、こんな感じです。もうこんな感じでございます、今僕の体。はあ、もう脂肪が乗り切った、大会2週間後の脂肪が乗り切った体でございます。んちょっとやってもらいます。はい、じゃあ仰向けでお願いします。よし、で、先生まず、はい、この電極板しっかり踏んでもらわないといけないです。で、先生ウエストがないから背中とかこの辺でしっかり踏んでもらって、はい、踏みます。お、いいですね。はい、もう一回踏んでもらっていいですか。おい、おい、おい、トレーニングです。よし、これは隙間なく、はい、あ、ちょっと楽しみですね、マジで。いや、やってもらいますね。これ一回経験はしたんですけどね、うん、経験したんですね。だけど、まあ、プロなんでね、相手は。楽しみです、マジで。今ね、腹筋が終わったんで、さっきね、立って撮ったんで、立ってもう一回、あと最後でね、腹筋見せますけど、今からちょっと第二陣で筋トレの機械を、もう今筋トレも機械だと、そんなバカな、耐えたりますからね、しっかりとバチコン耐えようかなと思ってます。いやー、いい感じですね。腹筋はちょっと後ほどのお楽しみなんで、一瞬ちょっと苦しむ僕をお楽しみください。皆さん結構来るんですか。苦しいと思いますよ。マジか。
99レベルくらいまであるらしいんですけど、先生もっと上に上がってこれます？よいしょよいしょ、これ今から何かやるんですか？はい、顔やります。頭上げます。はい、はい、顔もやってくれるみたいです。はい、お腹は、はい、今から電磁波パルスですね。はい、今ね、こんな感じです。楽しみですね。まずこれが 10% ぐらいです。これは 10%、 何パーセントあるんですか？99まであります。わ、はい、かりました。で、今は有酸素と無酸素、これ分けれるんですよ、実は。なるほど、なるほど。今、有酸素と無酸素の混合ですね。なるほど、楽しみだな、本当に。僕の腹筋が勝つか、それともこの機械が勝つか、はい、おー、顔が、顔そこにいてあ、でも全然腹筋はいけますね。ラストちょっとじゃあ 9% だけ上げましょうか。はい、あげます。おー、きたー、きつ、おー、きてる、でも耐えれるあー、顔いて、あー、でもめっちゃ効く、めっちゃ効く。はい、こんなところから、こんにちは、どうも。だいぶ施術、ちょっとね、カメラの熱のせいで、ちょっとなかなか撮れなかったんですけど、なんだっけ、施術全部終わりまして、あと顔面のパックでございます。ちょっと絵的にね、なんかこう、すごくなんかかけられた感すごいんですけど、これ。全部終わって、なんかあとでちょんと撮れるらしいんですけど、これ終わったら、ちょっと僕のビフォーアフターをちゃんと見ていただこうかなと思います。ちょっとね、これ以上口開くとね、中になんか口の中入ってきちゃうんだよねはい、また、後ほど、またね、ちょっとまたチキッと、はい、寝起きみたいな感じですけど、今終わりました、全部。今ね、終わった後の腹筋はこんな感じ。いや、多分マジでめっちゃ良くない？リアルに良き良き。これ終わった後、これちょっとバキバキになってんじゃねえかなっていう感じ。カットもちょっと出てる感じがするんで、これちょっと続けてやってって自分の体と合わせながら検証していきたいと思います。今日はね、こんなような今日フォースカッターと、これモナリザって言うんですけど、この2つを新しく導入させていただきました。でもほんとね、もうずっとやられてたから、もうコンタクト乾きまくってて、もういい、なんで笑うんだよ。はい、そんな感じで今日はこんな感じな動画になりました。高評価ボタンと、チャンネル登録よろしくお願いします。2022年までにチャンネル登録者数を1000人目指してますので、どうかよろしくお願いします。じゃあまた明日ね。またね。